東船橋駅徒歩、19分敷地延長ですが、ゆとりのある、車2台駐車か、新築ですね。玄関も広いです。で、建物が、約30坪強、土地が約38坪強ですね。で、敷地延長なんですけども、まあ、間口の幅もちゃんとあって、駐車場も普通車2台余裕で止まれる形なので、全然その、なんて言うんでしょう、逆にいい感じですよね。で、奥張ってるかと思いきや、この吹き抜けの開放的な感じが、なんかすごいいいですね。2階の、部屋の窓ですね、開いてる扉は。で、こちらオープンタイプの、洒落たキッチンですね。食洗機もちゃんとついてます。うん。で、和室が隣にきちっとあって、水回りも、洗面と、バスルームがしっかり、1階にある素直な感じの水回りになってますね。敷地延長っていうとなんかイメージ悪い人もいるんですけども、逆にそれが良かったりする、家も結構あるので、ここはもうなんかそのタイプですよね。すごくいいです。まあ、なんといっても JR 船橋駅まで20分以内で歩けます。で、新築でなんと5000万切ってますからね。で、また 4LDK で、水回りも素直な水回りで、作りもこういう形で洒落た吹き抜けなどもついてますし、まあ、食洗機など機能も充実してます。で、バルコニーもね、大きいんですよ、すごく。なんかスズメさんが寝てますね。で、小トイレ。広いゆとりのあるバルコニーですね。で、以上、夏見2丁目、5000万円を切っている新築戸建てでした。